空の律者が覚醒したことによって世界は大崩壊に陥りました。たった4ヶ月の間に生き延びた人々は安全な場所を求め逃亡を余儀なくされました。研究士、人類が信州に築いた科学都市は人々の避難所となりました。2週間前ここで空の律者の姿が確認され、律者の行方を求めて天命とネゲントロピーは同じ時に行動を始めたのです。信頼していただきありがとうございます。大司教様、天球市に到着しました。次のご指示をどうぞ。2週間前天球市で崩壊エネルギーの漏洩事件が起きた。その後監視カメラの記録を調べた者が空の律者の痕跡を見つけたそうだ。君の任務は、かしこまりました。しかし、カメラの記録は2週間前のものです。写真をアップロードしたのは天球史の情報屋、通称ハイヘビだ。ハイヘビはこの都市のネット上の情報をすべて監視できる特殊な技術を持っていてね、その中から価値のある情報、かしこまりました。最新情報によれば、どうやら今回の人探しは一筋縄ではいかないようだ。逃亡中にもかかわらず、空の律者の行方を追うだけの力が残っているのは、ネゲントロピン。任務に必要な情報はすべて渡した。臨機応変に動くことだ。どんな手を講じても、テレサより先に情報を手に入れるように。かしこまりました。外の世界が崩壊に踏みにじられているのに、この都市は栄え、安全で、まるで災難がなかったかのようです。ここの人々には想像できないでしょうね。大崩壊の元凶がすぐそばにいるなんて。
極東支部の裏切り者たちもここにいますが、あちらは見えない場所にいる上、ネゲントロピーの協力があります。艦長様、お茶などはいかがですか？招かれざるお客様ですが。私の護衛は君が一人で全て倒したんだ。すみません、ちょっとした習慣でして、話し合いの場を少しきれいにするためです。しかし余計なことをしたようですね。埋め合わせとしてお仕事を提供します。報酬はたっぷり弾ませていただきますよ。あなたが2週間前にアップロードした監視カメラの写真にある女の子が写っていました。それが誰なの？私にはどんなメリットがあるのかね。あなたは強大な同盟者を得られます。そしてここから安全に離れられます。メール？すでに強力なメールがいるが、友達は多くても困らない。ただ最初から殺すと脅迫するのは正義が感じられないね。それに天命に同等の立場の名誉を作る気なんてあるのかね。私が誰なのかをご存知なのですね。それならなおさら断る理由はないかと。知っているとも、そして断る理由もある。自分の情報の報酬が自分の命？小道徳に反すると思わないか？どうやら命の尊さをご存じないようですね。
軽く見られたものだ。まあ、命もまた取引ではあるが、私のような人間にとって死もまた次の取引の始まりだよ。ヘビは死に屈しない生き物だよ。わかるかね。情報屋というよりも主人らしいですね。手を下すのが少し忍びないですが、申し訳ありません。任務ですので。君は一つミスを犯した。いい。ヘビ？死もまた次の取引の始まり。確かにそうですね、ハイヘビさん。この取引、受けていただきますよ。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。学園長、知っているかしら。研究室に入りました。追跡や監視されている痕跡はありません。わかったわ。引き続きアインシュタインと連絡を保ってちょうだい。はい。メイは警戒をお願い。はい。それじゃあさっさと嫌なヘビを見つけて取引を終わらせるわよ。今時ネットで情報を送ってくれればいいのにな。おそらく信号の盗聴を防ぐためだと思われます。そうね。それだけ重要な情報ってことよね。ここが天球市。想像よりもはるかに巨大な都市ですね。こんなに栄えた都市は大崩壊以前でも珍しいです。そうね。増え続ける崩壊獣に抵抗するため、人々を守れるだけの力は大都市にしかないからね。技術と資源が集まるにつれ、町もどんどん大きくなっていき、巨大都市となったのよ。
当に大きいわ。キアナちゃん、必ずあなたを見つけるわ。情報屋は信用できないやつばかりだから、取引にはリスクが伴うけれど、本部から逃げ出してからこれが唯一見つかったキアナの手がかりなの。学園長、到着しました。静かすぎる。様子がおかしいわ。みんな、警戒を怠らないで。どこもかしこも、機械の残骸だらけ。ついさっきまで戦いがあったようですね。ここでキアナたちを待とうかな。早く出てきなさい。どういうこと？出ないと全部壊しちゃうわよ。死んだの？ふん、即戦即決よ。もう少し人がいればピクニックができるわね。2814市街地域で事件発生。直ちに暴力行為をやめ、武器を下ろして両手を上げなさい。あんたたち全員暴力行為をやめなさい。今から始めるのよ。即戦即決よ。止めました。これで安全になったはずです。急いでハイペリオンに戻りましょう。待ってください。この殺人は偶然ではないはずです。ブローニャにハイヘビの遺体を調べさせてください。犯人は一撃で仕留めています。プロの仕業です。金目のものは取ってないようですが、携帯やパソコンなどの電子機器がなくなっています。ハイヘビは生前何度か改造手術を受けており、装置を多く移植しています。犯人はそういった装置を持ち去っています。バイオニックアイやマイクロチップがなくなっています。犯人はハイヘビから情報を得ようとしたみたいです。ハイヘビを殺した犯人は認証用バイオリックを持ち去っています。バイオリックアイなどがそうです。情報、自分が重要なものを現場に忘れたとは夢にも思ってないでしょうね。学園長、重要な情報ならバックアップしているはずです。このチップがあればハイヘビのテリトリーに入り情報を。
蛇はただの情報屋だけれど、天球誌でむやみに彼に手を出せる人もいないわ。人目もはばからずに殺害したことから見て、天命が介入した可能性があるわ。この都市にとどまればとどまるほど危険が増すわ。ブローニャは操られ自分を亡くした時の感覚を知っています。キアナも今同じ苦痛を強いられているのです。わかったわ。この先状況が変わればすぐに。信頼していただきありがとうございます。大主教様、ご指示の通りにハイヘビさんに接触しました。ですが相手は手がかりの提供を拒否しました。ならば用済みだ。後始末はしました。一つだけ気になることが。ハイヘビさんは死ぬ直前に変なことを言っていました。今君もヘビの目の中に入った。まさか偽情報ですか。混乱させるための餌だったのでしょうか。ヨルムンガンドのことは僕が処理する。君が気にする必要はない。情報の真偽はともかく、ハイヘビが死ぬことで手がかりが途絶え、テレサはさらに警戒を深めたはずだ。手詰まりにな、用意はあるんだろうね。はい、大主教様、これこそが私の欲しかった結果です。ハイヘビさんが持っていた電子機器は全て彼の体内のバイオリックの認証がなければ起動できません。一つずつ試す時間もなければ強制解除できる手立てもありません。ですのでひとまずはバイオリックと電子機器を持ち去ることで、裏切り者たちが死体から情報を得る可能性を断ちました。空の律者の行方の手がかりですが、これだけ重要な情報なら
バックアップされているはずです。テレサ様もその点に気づかれるでしょう。長い間潜伏されて危険を冒してまで出てきたのですから、手ぶらで帰れるはずがありません。ですからバイオリックを持ち去るとき、あるものを置いてきました。それはハイヘビさんの手首の内側にあった認証チップです。極東支部の裏切り者の中にはトップレベルのハッカーがブローニャ在地区さんがいます。彼女ならハイヘビさんの拠点へ行き、システムをハックして情報を取り出そうとするかもしれません。私が残したプレゼントがあれば容易にできましょう。彼女がこの誘惑に抗えるとは思えません。裏切り者たちがハイヘビさんの拠点に入り、守りをすべて片付け、システムをハックして情報を見つけたとき、手を出します。計画がうまくいけば空の律者の行方が見つかるだけでなく、裏切り者たちも一網打尽にできます。素晴らしい推論だ。だが推論に過ぎない。テレサが君の言うように動くといいがね。ご安心ください。ハイヘビさんの拠点の近くに潜み、彼女たちが罠にかかるのをお待ちします。疲れを取るなら休息が一番ですよ。傷だらけで耐えられません。
徹底的にお掃除させていただきたいです。ですが今の最重要事項は獲物が引っかかるのを待つことです。テレサ様、任務完了。お待たせいたしました。ブローニャ、作戦地点に到着。ブローニャはハイヘビの識別チップを使い、パトロール機構をダウンさせました。行動を始めましょう。ハイヘビは一体何者なの？ただの情報屋に、これだけの気候を養えるのかしら。これだけ守りを固めて一体何を守っているの？照準装置初期化完了。目標を閉じて、ファイヤー。目標を閉じて、ファイヤー。目標を閉じて、ファイヤー。観察中。コイン回収完了。ここは比較的安全です。しばらく邪魔は入らないでしょう。ハイヘビのシステムをハックし情報を探してみます。その間私とメイで警戒に当たるわね。無条件射殺許可。目標細げ、ファイヤー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 。照準装置目標細げ、ファイヤー。ファイヤー発射、ファイヤー。目標ファイヤー。目標細げ、ファイヤー。目標細げ、ファイヤー。目標細げ、ファイヤー。目標発見。目標細げ、ファイヤー。ファイヤー。目標ファイヤー。目標ファイヤー。目標細げ、ファイヤー。目標細げ、ファイヤー。発射。目標ファイヤー。
膨大な量のデータがあります。ハイヘビは天球史のネット上の情報を全て保存しているようです。そして驚くべきことに全く情報の整理をしていません。キアナに関する情報はあるの？あるかもしれませんが、見つけるのには数日かかります。全て持ち去るのは。可能です。膨大な量のデータを移す方がもっと時間がかかります。他に方法はないの？情報屋が盗み取った情報を選別しないのも不思議です。これが欲しかった情報ならいざ知らず。まさか、調べてみます。ああ、やはり。すべてのデータが同じポートを通っています。ハイヘビは、想像を超えた情報処理ツールを持っています。正確に言うとツールではなくサイボーグですが、サイボーグ？ハイヘビさんのように機械を移植した人のこと？このサイボーグの改造は少し狂っています。彼女は脳のほぼ全てを改造したようです。まさか。彼女は脳を量子コンピューターと接続したことで驚異的な計算力を手に入れました。確かに天球史のネットを監視して得られた情報を選別する必要はないですね。サイボーグにしてみれば主の要求通りに情報を選別するのは一瞬で終わりますから。監視システムによれば彼女はまだこの拠点にいます。待ってください。移動を始めたようです。行くわよ。キアナを見つけられるか、彼女にかかっているわ。指示を。目標発見。ファイヤー。
こちゃまに答えている暇はない。保護者を連れてきなさい。情報量はいつも通りだ。おこちゃま？あんたね、失礼ね。私は学園長、怒っている場合じゃないですよ。分かっているわよ。でもこの子が。ごめんなさいね、ハイヘビさんが不幸に遭われたの。私たちはもともと彼と取引をする予定だった商売仲間だから、心配しないで、あなたを守りに来たの。守る。私を守っていた機構を全部壊しといて。まあ確かに守りは必要になったが。私たちは友達を探してるの。だからあなたに言ったはず。質問は有料。現金、カード、電子マネーは楽ちんだよ。私を睨まないでほしい。これは主の要求だ。ここには長時間とどまれません。ブローニャが試してみます。とりあえずこれで支払いをしましょう。一緒に来てください。地形を観察中。任務完了。待機モードに移行。信頼していただきありがとうございます。ご安心ください。優秀ですか、メイさん。正々堂々ではありませんね。正々堂々、あなたの口から聞けるだなんて皮肉だわ。あなたたちがキアナちゃんにしたことに比べればこれくらい。ありませんね。どうして私が来るのが分かったのですか。ハイヘビさんの拠点には侵入された痕跡がなかった。私たちが一歩先に到着したようだけど、犯人はどうして認証用のバイオリック持ち去りながらも行動に移らないのか。可能性は2つ。犯人は手がかりが途切れたと思い帰った。
もしくはハイヘビさんの電子機器を解読するだけの力がなく、漁夫の利を得ようとチャンスを待っている。私たちが見つけたバイオチップはあなたがわざと残していったものでしょ。私たちが情報を見つけやすいようにと。さすがの推理です。テレサ様はどこです？来られないのですか？もしかして探し物が見つかったからあなたに時間稼ぎをさせているのですか？時間稼ぎ？自分の力を過信しているようね。準備が完了しました。目標が姿を現しました。今こそ風を起こす時です。あなたが今日まで来られたのはジェムの力だと思っていましたが。ジェムがなくなってもお強いのですね。驚きました。大司教様が極東支部を気になさる理由が分かりました。どんなピンチに追い込まれてもあなたたちは予想外の一歩を踏み出してみせる。今までの私は律者の殻の中で怖がりながらもその力を頼っていた。キアナちゃんを失って初めて本当の自分がいかにちっぽけなのかが分かった。弱すぎてキアナちゃんの手を握ることもキアナちゃんを守ることもできなかった。もう隠れたりなんてしない。キアナちゃんは私が守る。艦長様、お茶などはいかがですか？まだ危険から脱していません。かしこまりました。強がっても無意味ですよ。約束を果たす力がなければもがいてもただ悲劇を招くだけです。
戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。解放しろ。それはできないの。誘拐犯。違うわよ。アタクシたちはいい人なの。もう耐えられないわ。ブローニャ、こいつを早く何とかして。長は長い間教育に携わってきたのに、子供の扱いに慣れていないのですね。何が言いたいのよ。普通の女の子しか教えたことないわよ。こんな特殊ケースは初めてなの。もういいでしょ。ブローニャの方が機械と。いけないことを言いましたね。え、あ、あ、あなたのお名前は。機械に名前は必要ない。謝る必要はない。私は確かに機械だ。機械は機種名とコードさえあればいい。な、あなたを改造したのはハイヘビなの？ひどいことをされたわね。ひどい。いや、主は私を、私たちを助けてくれた。この都市では、手術を受けたの？昔のことはあまり覚えていない。私も侵食されて、頭がとても痛かった。彼らは私に選べと言った。死ぬか、それとも生きるために実験を受けるか。どちらを選べばいいか考えなくてもわかる。私は脳を切開され、壊れた部分を取り除かれて、物珍しいものを入れられた。
それから頭は軽くなり、回転が速くなった。生活もまた取引だよ。生き延びたのだから、恩を返すために、私はネットに接続して、ある。そうなの。あなたも4ヶ月前に起きた大崩壊の被害者だったのね。私も友達をあの大崩壊に奪われたの。とても大切。彼女たちはお前のことを学園長と呼ぶ。お前は彼女たちの先生なのか？そんな感じよ。なんかの科目を教えたことなんてあったっけ？写真の子もお前の生徒か？彼女は迷子になったのか？そうよ。彼女は私の一番大事な生徒よ。彼女の行方を教えてくれない？私もそうしたいが、主の権限がないと情報のアウトプットはできない。悪い。そうなのね。学園長、気候の群れがこちらに向かってきています。警戒を怠らないで。What?
警察用ロボットに犯罪者と判断されているからかもしれません。いいえ、機構のモデルがバラバラよ。警察用ロボットだけじゃないわね。学園長、ハイヘビさんを殺害した犯人が姿を現しました。不朽なる刃、副隊長リタロス・バイセです。リタロス・バイセ、厄介な時に面倒くさいやつに目をつけられたわね。すみません、これ以上足止めできません。いいのよ、相手はS級ヴァルキリー。あなたが無事だっただけで十分よ。手術の傷口に触らなかった？私は大丈夫です。そちらはどうですか？キアナちゃんの行方は聞き出せましたか？進展がない上に気候の群れに囲まれたわ。不可解な状況よ。すぐに戻ります。待ってください。メイ姉様の走行に異なる2つの位置信号が確認されました。分かったわ。あたくしにこんな雑魚たちの相手をさせないでよね。大司教様、裏切り者たちと接触しました。現れたのはライデン・メイさんだけです。その程度のことは報告しなくていい。君がうまく処理できると信じている。コンピューターに残っていた彼女たちの検索履歴を調べましたが、ハイヘビさんは量子コンピューターを移植した人間を使い、ネット上のデータの選別と発掘、価値の人と機械を融合した改造か。
はかりやらしいやり方だ。まさかすでに脳の量子演算まで進んでいるとは。人型ロボットは連れ戻せ。かしこまりました。いや、人型ロボットだけでは意味がない。最大限利用しないとな。それの最高権限も見つけるのだ。人型ロボットがテレサ様の手に渡り連れ戻せないときはいかがいたしますか。そのときは何としても破壊しろ。かしこまりました。それと市外で気候の群れがコントロールを失い暴走しているという情報が入った。ことを大きくするな。お任せください。すべては私の手中にあります。ならば好きなようにやるといい。必要なサポートはする。おかしいですね。メイさんが遠回りしながら移動を続けています。どうやら追跡装置のことは知られてしまったようですね。あら、
レサさん、情報の取引は順調に進んでいるかね。なんとも言えないわ。情報を持っている子を連れてくることはできたけど、この子が口を割るかどうかはあなたたちの腕次第ね。これも科学的な。子供を拉致したのか。違うわよ、そんなのじゃないわよ。簡単には説明できないの。とりあえず飛行船の手配を早くお願いね。分かった。すでに座標に飛行船を送った。どうかご無事で。お前たちの対話は聞こえた。学園長、悪い。私は一緒に行かない。私たちはただあなたから重要な情報をもらいたいだけなの。あなたを傷つけるつもりはないのよ。道具を傷つけることはできないよ。道具は痛みを感じないのだから。主の命令がなければ道具はどこにも行かない。でもハイヘビは死んだのよ。主が死んだとしても、この都市は世界で一番安全な場所だ。崩壊を前に絶対に安全な都市なんて存在しないわ。キアナが見つかれば大…大崩壊を終わらせる。ネット上には数えきれないほどの情報がある。すべては人類の。崩壊はいつ終わるのか、私も自分に聞いたことがある。選別、分析、演算。見えない未来に価値はない。人類がすることに全く意味がないのと同じ。最後は崩壊に飲まれるのだ。そうかしら。たとえ私たちのすることに意味が。悪い、学園長。
私が呼んだ。もし、学園長、人型ロボットがこの都市のネットに接続している全ての機構を乗っ取りました。機構に自分を破壊させる気です。やめなさい。もう時間がありません。これだけ大ごとになればリタに感づかれます。ブローニャが彼女の最高権限を取得して進呼び戻すわね。始めてちょうだい。ふん、制約の十字架の使い道を知っているかしら。権限にはもう一つバイオ認証が必要です。お邪魔してすみません。お子様のお世話でしたらやはりメイドが適任かと。リタ・ロスバイス、戦場のお掃除を始めさせていただきます。
お探しのものはこれでしょうか。それはハイヘビのバイオニックアイ。最高権限認証完了。リタロスバイス、最高権限をいただきます。命令します。データアップロード、全セルフデストラクション。私が守るわ。リタ・ロスバイセ、報告します。大主教様、情報をアップロードしました。人型ロボットが壊れてしまったのは残念だが、少なくとも君は最重要任務を完了した。まずまずだ。任務上必要であれば、天命を邪魔する者は全てお掃除させていただきます。それでいい。失礼いたします。二つの手があります。一つは奪うために、一つは与えるためにあるのです。